プロズビエース、はい、今日は最新機材を使っておりまして画質がいい、どうですか、いいですかということで、今日のプロズビエースガチャは、ガチャはじゃないプロズビエース動画はですね、たまりにたまった契約書開封っていうところでやっていきたいと思います。さあまずはですね、 S ランク OB 契約書いきます。イベントね回って結構ギリギリでクリアできてなんとか取ってきたんですけど、欲しいのは東尾さんか。それなんでかっていうと、普通の A 契約書がなぜか2枚とも東尾さんだったと。でこれで自チーム契約書を東尾さんにしたら4つなるじゃん。そしたらあの極みにできるから東尾さんか、あと中村のりさん、これもあとマセン、小林マセン、自チームと、この3人だね。この3人の誰が当たるか、まあ誰でもいいんだけど、やっぱもう最近思ってきたんだけど、極みにできなきゃもう勝てないのね。だから極みにできる人前提で、だから東尾さん、ノリさん、マセン、小林マセンさんでいきましょう。さあこれはねどうせ当たるから、誰が当たるかだけだからね。さあからの東尾さん、稲葉さん、微妙だね。まあでもこれで自チーム契約書を稲葉さんにしたら、まあ最低でも2までできるから、であとはこれをもう置いといて、万が一侍ガチャあったら監督バージョンで出るかもわかんないじゃん、わかんないよ日本ハム。だからそのためにこれはもう永遠冬眠です。そしたら3個最低でもできるんで、これはもうあの未来への投資です。さあ続いて大抽選会F 等 F 賞当選の報酬ゴールド10連ガチャ、これやります。 S が1個当たればいいね。お、亀吹雪、これ A は確定だね。お、ブルーになったよ、カットイン。お、S1 個当たるよ。若月、湯気、小川、石川、藤岡、来た、和久井、加山、鍵谷、うん、S1 個だけでも和久井持ってくからね、あれかな、極みにするための餌かな。あとタイトルホルダーでも出るもんね、和久井は最多勝だから。じゃあ次がシリーズ2のE賞当選報酬です。これ絶対当たるからね、誰かがホームランで逆転サヨナラのチャンスって S 当たるんだよこれ。有原いらんけどね、もういっぱいあるから全然嬉しくないな、持っていくからね、アニバの有原祭りだから俺。これ今何枚ぐらい、もう S4 枚ぐらいあるから極みでもなんかもったいないやん、それだったらもうなんかミキサーの方がいいよね、絵集めて。有原でこんな喜んでないの多分日本中探しても俺だけかも分かんない、ほんと有原いらない。次はね日本一達成の S、 もういっぱい、これ絶対当たるからいいね。お、久しぶりに見たよ、アラブの王様が飛んだ。山田もういらないよね山田ってなんないもんね、いるからね。それだと浅村とかの方がよかったよね。いいんだけどね、引きはいいよ、でも俺には必要ないよね、いるからね。まとめていきます、まとめていっぱい一個ずつやるの申し訳ないんで、おーっていうの欲しいの、今日はあまり感動は少ない。宮川、
線画、ビシエ、こういうのいい、こういう絵はいい、つもり吉田、山本、ビアノエス、ティオハル、おまたきた、石田、微妙やな、どれも吉田も当たったからね、吉田ってやったからもう今日でも引きめっちゃいいな、いいけど、今の俺には必要ないな。なんなんやんな、これ持ってんのか持ってないのかよくわからんな。じゃあ今度これいくわ、 A ランク契約書、これで吉田とか欲しいね。吉田、有原、山田、そうです、ね、大野、坂本、柳田、丸、ここら辺欲しい、ね、これいこう、 A 契約書開けよう、持ってるだけ5枚まず。これで来たらガッツポーズ、山崎康晃、キナン、ギャレット、糸原、床田、微妙やな。もう山崎康晃だけがいいか、でも今年調子悪いからね、どうなんだろうね。じゃあ最後にあれやるわ、プロスピーエースマンスリー感謝祭無料ガチャ、これでお別れだ。これ10連、でも S 絶対1人当たんだ。だからあれだね、ピッチャーが当たんのかな、誰が当たるか分かんないんだよね、新しい選手じゃないんだよね。やったの10連、誰だったの、石田、おうおうおう、 DNA の、はい、うん、ジョンソン、山本由伸の A はいいね、坂本、お、西、シーズン2、あ、シリーズ2、俺なんかよくシーズン2って言うからシーズンじゃねえよってよくコメント欄に書かれてんだけど、西でもあれだよ、新しい先発ピッチャーだよ、まあいっか、まあいいね。今日でもあれだね、引きいいねけどな、当たりかいが神ってるから、でもでもやもやするな。何かがカブリーズシリーズだもんね、世の中の人の反応がいい、ね、皆さんどうですか、良かったですか、今回の契約書は。なんかもやっとしますけど、皆さんが喜んでくれたら何よりです。あ、でした。